ジャイロスコープ、ジャイロスコープとは、物体の角度、姿勢や、角速度あるいは角加速度を検出する、計測機内視装置。ジャイロと略されることもある、ジャイロセンサと呼ばれることもある。船や航空機やロケットの自立工法に使用される。最近では、カーナビゲーションシステムや、自動運転システム、完成工法装置、ロボット、スマートフォン、デジタルカメラ、 無人偵察機などでも用いられている。マルチコプターでも活用されており、ラジコン玩具として一般に市販されたものとしては、初期のものの一つであるキーエンスのジャイローサーは、同社の超小型ジャイロを応用した製品であった。ジャイロとはギリシャ語で、対応する日本語は和である。近年では MEMS により、小型化が進み、応用分野が広がっている。コマを利用するものを、 発明したのは1817年ドイツので、1832年にウォルター・ R ・ジョンソンがロタスコープと名付けた。1836年、スコットランドの数学者が地球の自転の検出に使うことを提言した。その後、1852年にフランスのレオン・フ光が地球の自転を証明しようと実験した際に呼んだジャイロスコープの方が一般に広まったため、 空港のの発発明明品だとするるる。記述もあああが、彼が彼したのはあくまで、で名称である地球の自転の検出の方は製作技術の不足で失敗に終わった。ジャイロスコープが実用に至ったのは後の研究者によるもので1865年頃の実験器具カタログに記載が見られる。ジャイロスコープのメカニズムに加えてジャイロモーメントによって常に 一定の方位を示すような仕組みのあるジャイロコンパスができたのは1908年である。20世紀には、マ以外の各種の方式、実説が発明された。各速度を検出する方法は、大きく二つに分けることができ、機械力学的な効果を利用する方法として、工学的な干渉を利用する方法としてがある。ジャイロスコープの種類としては、 各運動量保存の法則やこれよりの力を利用する機械式と流体式、またサニャック効果を利用する光学式のものがある。いわゆるコマ、フライホイールを用いた方式である。回転する物体は、その回転状態を維持する完成の法則、各運動量保存の法則。 コマの回転面を傾けるような外力が加わると元の状態を維持しようとするため慣性力が発生する。この回転するコマ、物体に加わる慣性力を検出することで外力によって発生した物体の角速度を検出する。大きな重いサイズのコマを用いることで分解能が向上し安定性も向上させることができる。しかし、 この大きさが最も重大な欠点ともなる。大きいほど軌道時間が長くなり、コマの駆動のための消費電力が大きくなる。また、ベアリングの摩耗などのために定期的なメンテナンスが必要である。最も古くから使われている。ドライチューンドジャイロ、またはダイナミカルーチューンドジャイロとは内部の回転体がある高速回転速度に達した時に回転軸への機械的高速力が 極小になる設計としたもので、ジャイロ1個で2軸の角速度検出が行える。ジャイロ効果とは、この方式が用いている、完成力の効果である。コマのような回転の代わりに、棒やリングの振動を用いた方式である。振動する物体に加わるコリオリの力から、角速度を検出する。回転型のようなモーターや、 ベアリングなどの複数の部品を必要としいため、信頼性が高い。自動車の横滑り防止機構、カメラの手ブレ補正機構、カーナビゲーション、スマートフォン、ゲーム機などに用いられている。構造上、小型化、大量生産に適しており、MEMS によって搭載される事例が拡大しつつ、ある。構造の種類、駆動方式、検出方式、流路中に、機体、 ガスを流すと、その機体に加わるコリ立リの力により、機体の流れが変化する。この変化を検出することで、核速度を得る。流れの変化を検出する方法としては、構造が簡単な熱線式、流量計が用いられることが多い。構造が簡単であるが、分解能、安定性とも他の方式に比べを取る。巡航ミサイルのような、使い捨て用途に用いられる。また、 ごく初期のカーナビゲーションにも使用された。サニャック効果を用いている。高精度の姿勢制御を必要とする場合は、リングレーザージャイロや、光ファイバージャイロが使われることが多い。光ファイバーを巻き、それぞれの端面に、レーザー光をスプリットして挿入する。巻いた面と垂直な軸方向を中心に、角速度が加わると、相対論的効果により、分離された光に、 高炉差が生じる、サニャック効果。この高炉差により分離された二つの光の間に、位相差が生じる。この位相差を検出することにより、角速度を得る。光ファイバーの長さと巻き半径などにより、性能が決まる。使用する、光ファイバーは通信用ではなく、ジャイロ専用である。レーザー発光素子の寿命、発光素子とファイバーの接点劣化。 温度変化に敏感であること、リングレーザージャイロよりも低精度であることが欠点ではあるが小型であるため用いられることが増えている。温度制御を行うことで性能、安定性の向上が図れる。複数のミラーによってリング上、実際には多角形状の航路を持つレーザー共振器を構成し、回転が加わった時に生じるサニャック効果を用いて角速度を検出する。 非常に精度が高く、高性能な航空機やロケットの姿勢制御用にはこのジャイロが使われている。量子力学の権利に基づく、量子力学の権利に基づいた非常に高感度の各速度計測装置で、理論的には地球の時点の回転速度の分、一度の60分の1単位での変化なども検出できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。